こんばんは、 DJ 森蔵です。こんばんは、トッチーこと遠近由美子です。ラリードライバーでもあるトヨタ自動車の豊田章男社長がハンドルをマイクに持ち替えてお送りするラジオ番組 DJ 森蔵ハンドルザマイク。車のある暮らしをもっと楽しくする30分お送りします。今日のテーマは DJ 森蔵の新春コネクト。明けましておめでとうございます。 DJ 森蔵です。明けましておめでとうございます。トッチーこと遠近由美子です。年末年始のテレビ番組では平成最後のなんていう言葉がね飛び交っておりましたけれども、この番組にとっては初めての年越しですね、森蔵さん。そうですね。なので初めての新年のご挨拶です。はい、ジッピーの皆さん今年もよろしくお願いいたします。さあ早速なんですけれども、東京都町田市のさとしさんからメッセージいただきました。はい、森蔵さん、年末年始はどう過ごされてるんですかというメッセージなんですけど、年末年始ってのはねやっぱり唯一、はい、家族とゆっくり過ごせる時なんですよね。そうですよね。やっぱり1年に1回の、家族大集合というか、普段不義理をしてますから、私はお忙しいですからね、ですからそういう意味でもね家族揃ってということで、家族揃って映画見たり、はい、メインにはねその1月1日からニューイヤー駅伝ってあるじゃないですか。あ、そうですね。あれにトヨタのチームも出てますね、はい、だからそれと箱根駅伝、箱根駅伝はトヨタもスポンサーやらせていただいてますし、はい、今回ねいろいろ車も参加させてもらいましたから。そうですよね、はい、森蔵さんこんなメッセージも届いてるんです。はい、川本さんです。はい、明けましておめでとうございます。はい、今年も二人の楽しいトークお願いします。はい、頑張ります。森蔵さんのスペシャルセンチュリー箱根駅伝で走ってます？テレビ画面で見ててもあれド迫力です走ってましたよね。はい、森蔵さんのあのセンチュリー GRMN、実はずっと長い間ね、はい、スポンサーをトヨタさせていただいてるんですが、毎年ねどんな車を出すかっていうのはいつも話題なんですよね。うん、で一時ピンクのクラウンを出そうとした時に、はい、これは学生のイベントなんだから、企業の広告ではないというふうに言われてピンクのクラウンは断られました。そうなんですね。はい、で今度だから白ならいいだろうということですね。ピンクじゃなくて目立ってましたけどね。で今回は GR 車両をね、はい、全部、揃えようじゃないかという企画が持ち上がったんですね。でそんな中で GR 車両といえば、私がね乗ってますGRMN センチ、はい、これを出してほしいなということで、ポロッと会社で行ったんですよ。はい、センチュリーだって出すよと、はい、ね、そうしましたらなんと目の前の車両に使ってもらいましてね。だから決して目立とうと思ってなくやったんですが、はい、すごい存在感でしたよね。めちゃめちゃ目立ってましたよ。伴走で、ではもう初めての方もいらっしゃるかもしれないので、センチュリーの GRMN っていうのは、森蔵さんの専用ではないんですが、ほぼ専用車。ほぼ専用車ですね。で、世界に1台しかない森蔵さん仕様の車なわけですよね。そうなんです。はい。センチュリーと言いますとね、長年黒塗りの車で、運転手さんがね、VIP をお乗せするという車なんですが、そうですね。はい、こういう使い方もあるんじゃないのということで、GRMN 車両を作ってもらいました。はい。で、それに乗ってるんですけども、今回ね、いい機会だったんじゃないのかなと思いますし、GR 車両がちょうど白一色だったので、はい、各選手のタスキの色のストライプをね、監督車がつけてくれたり、はい、やっぱり白の車の GR 車両、ものすごくなんか相性が良かったんじゃないのかなというふうに思いますね。センチュリーだけではなくて、その関わる車両みんな GR 仕様だったんですね。そうです、そうです、はいはい。で GR の車のカラーが白なんですよね。ですからね、陸連も今回はお許しいただいたんじゃないのかな、はい、というふうに思いますし、やっぱり主役は選手でありね、そうですね、その応援しておられる方ですから、やっぱりあんまりねスポンサー企業が目立ってはいけないと思いますけど、いやでもね、でもねやっぱりスポンサー企業もやっぱりないとね、そうですよ、こういうことってできないと思うんですよね。はい、ですからそういう意味ではぜひスポンサー企業にも温かいご支援、いやそういう意味では選手もそうですけど、はい、SNS でもすごく話題になっていたので、はい、箱根駅伝にこう話題が行ったっていうのはあると思うんですよね。
うん、でもねやっぱり箱根駅伝っていうのはねやっぱり年初のね、やっぱ学生たちが命を削り、そうですね、それで東海大学今回初優勝、初優勝とは思いませんでしたけどね、あのもう優勝経験あるんじゃないのかなと思いましたけど、王者青学も ね、はい、ねトッチーさんご卒業の青学も、ね、あのもうね最後頑張りましたね。そうですね、まあでもそんな年末年始、まあ、年始ですね、ご家族と一緒にちょっとゆっくりする時間を持つこともできた できたと思います今回は、それと何よりもいつもこの時期っていうと、はい、唯一のお休み時期なので、どうしてもねほっとして風邪ひいたりするんですよ私。そうですよね、それもなかったのは、本当にねあの昨年ずっと私をサポートしてくれた人たちのおかげだなというふうに思ってます、あのやっぱり改めてね、健康が大切だなと思った年末年始でもありました。そして2019年、森蔵さん、あのほら大事なお知らせがあるじゃないですか、ジッピーの皆さんに。あれですね、あれですあれです、忘れちゃダメですよ、あれですあれです、車の発表かと思ったら違いますね、違います違います、それを教えていただいてもいいんですけどあの DJ 森蔵ハンドルザマイクスペシャル、はい、ここだけの話ですね。そうなんです、特番ですね。そうなんです、特別番組やるんです、今回はなんと JFL5 局ネットで放送ということで、全国放送ですよ森蔵さん。いやついに全国ですか。全国です、はい、で放送日なんですけども来週末ですね、1月13日、日曜日になります、はい、放送時刻が局によって若干変わるんですけれども、 ZIPFM では午後9時からの放送になります。1月13日日曜日午後9時から1時間特番でお届けします。 DJ 森蔵ハンドルザマイクスペシャル、ここだけの話です。どんな番組になるかというと、森蔵さんちょっとだけ、やっぱり普通のテレビでは見れない、はい、また普通のラジオでも聞かれない豪華なゲスト、はい、私はイチローさんとねずっと、仲良くさせていただいてですね、ですから、まあ、小谷真央子さんに、キャスターの、あの仲裁役をお願いしながら仲裁って言ったらなんか喧嘩したみたいじゃないですか一郎さんと僕のね、年初初めてのトークがあります、一郎さんっていうのはね私のね解説者みたいな人で、解説者、私が普段経営という分野で悩み抜いてるのを、一郎さんが野球の世界でやってる何気ないあの分析がね、私にとってはものすごくねあの解説になるんですよね。ですから今年はねどんな解説を私の悩みに対してしてくれるか、ぜひ、ご期待いただきたいというふうに思います。ラジオ番組に一郎さんが登場するわけですね。そうですね、まあ、とにかくスペシャルな番組になることは間違いありませんので、ぜひ1月13日夜9時からよろしくお願いいたします。 77.8ZIPFM DJ 森蔵 Handle the mic DJ 森蔵とトッチーこと東近由美子がお送りしています。 DJ 森蔵ハンドルザマイク、森蔵さんこんなメッセージが届いています、三重県桑名市のケントさんからです。ケントさんこんばんは。よくメディアで森蔵さんがスポーツカーに乗っているのを見かけます。モータースポーツ自動車業界を今年も盛り上げてほしいです。はい頑張ります。トヨタの会社としてもまた業界の仲間たちともまた森蔵個人としても森蔵が走ったり語ったりしながら自動車業界盛り上げていきたいと思います。はい、ちなみに森蔵さん今年もラリー出るんですか。はい出るつもりです。ラリーチャレンジですけどね、でもねラリーだけじゃなくてね、今年は去年スーパー耐久の岡山でも出たように、その両方に出るチャンスがあれば、というふうに思ってます。じゃあさらに増えるっていうことですね、参加するレースが増やしていただきたいなと思ってます希望としては、はい、いやそういう意味でまたトレーニングして体作りの方もね、必要になってきますね、いや今年も忙しそうですね、そしてもう一つ明日からダカールラリーが始まるんですけれども、こんなメッセージが届いています。明けましておめでとうございます。チームランドクルーザートヨタオートボデーの三浦明です。今年はペルー1カ国での開催となりますけれども、去年はまあレース中、体調崩したり、結構ギリギリの戦いでした。
ということもあって今年はもう一度自信をつけるために、フィジカルメンタル含めて本当にトレーニング、一生懸命やってきたつもりです。皆さん応援よろしくお願いします。必ず勝って優勝を報告したいと思います。行ってきます。はい、という三浦さんね。そうなんです、うん、チームランドクルーザーの三浦明選手からのコメントでした。三浦さんもトレーニング頑張るなんてねお話ありましたね。やっぱ体力勝負ですよね、レースはね。体力勝負ですしね、やっぱり1日500キロを超えるようなね、うん、しかも砂漠ですからね、はい、道なき道を走り続けるわけですから、はい、だからこれはね本当に軽く言ってますけどね、三浦さん本人はね、ですけどもう本当にこれ体も気持ちも本当に大変だと思いますよ、うん、そうなんです。そんな今お話にも出ましたけど、ダカールラリーが明日からスタートするんですよね。そうですね、ついに明日、はい、うん、今年は南米ペルーで開催されます。全部で10ステージあるんですけれども、走行距離はなんと5541キロ。これ森蔵さん、明日スタートでゴールが1月17日っていうことは、まあ、11日間じゃないですか、これ10日間ぐらいで10ステージをこなして5541キロ走るってことですか、はい、ですからドライバー、コドライバー、そして車にとっても大変過酷なね、はい、そうですよね。しかも三浦さんが出るイベントっていうのは市販車部門ですから、はい、まあね、燃料を積んだりとか、はい、ひっくり返ってもいいようにとか、そういう改造をしてますけれども、はい、私もね、はい、彼らの練習に参加させてもらった時に、その車にも乗りましたけど、はい、本当普段皆さんがね、はい、使っておられるランドクルーザーそのものなんですよ、ですからその車がこれだけ過酷なね道を走ります。ですからこれはもうやっぱりもっといい車作りに、やっぱり命をね削って戦ってくれてる、二大体制のこの4名、はい、そしてまたそれを応援するね、はい、販売店クルーも含めたトヨタ車体の皆さんにはね本当に毎年、この勝負をかけた、かけない限りね新年が迎えられないなと思ってやってんじゃないですかね。まあ、遠い国からでも皆さん本当に応援いただきたいなと思います。そうですね、はい、このチームランドクルーザーなんですが、市販車部門でなんと5連覇中なんですよね、はい、すごいことです。で、先ほどメッセージをいただいた三浦選手は去年の市販車部門で優勝されています、うん、まあ、今年は2連覇を目指して頑張ると、はい、しかも彼は社員ですからね。そうなんですよね、社員ドライバーなんですね、社員さんなんですよね、なので前回優勝した時は、まあ、会社の社内で、まあ、ちらっとねボーナス上がるのなんて話もしましたけどでもなんか優勝はね他の3人で山上げだと思う、ね、そうなんで、いや会社員なので社員さんなので、そう優勝とかをしても特別にその給料が変わるわけではないんですっていうことをおっしゃってました、ね、あ、そうですか、はい、僕はトヨタ車体の増井社長に、そうなんですってねって言っときます電話しなんですってねって、そうそうそう、まあでもそんなね三浦選手明日からダカールラリースタートということですから、ぜひまた今年も頑張ってほしいですね。いや頑張ってほしいですね、本当に皆さんも応援いただきたいと思います。はい、さあ今夜は新春コネクトやっております。ジッピーの皆さんとつながってます。メッセージありがとうございます。はい、たくさんいただいてますよ。では時間いっぱいまでいきましょう。藤原さんからのメッセージです。藤原さんこんばんは。あ、これちょっと前に届いているメッセージですね、もうすぐスタッドレスタイヤ交換の季節ですね。私の車のタイヤ交換は父が昔からずっと結婚後も変えてくれていました。もういっそのことを自動車教習所とかで必須科目にしてタイヤ交換の授業があったらいいのにと思いました。森蔵さんどう思いますか。まず素敵なお父様ですね、でもこれ大賛成です。なかなか女性ってタイヤ交換って、やり方がわからないんですよね。しかもね以前はねパンクがしょっちゅう起こったんですよ、はい、ですけど最近パンクでね、路肩で止めてタイヤ交換してる姿ってほとんどなくなってきたんですよ ね、うん、ですね。ですからそういう意味でタイヤも良くなってきた反面、こうやって気候が変わるときに、はい、ノーマルタイヤからスタッドレスに変えなきゃいけないときに、だから機械も減ってきたんですよね。だからそういう意味では本当に教習所でやるっていうのもいいんですが、やっぱりそこの時やってもね、なかなかその交換の体験がないと、いざという時にできないんですよね。それもありますね、だからやっぱり車カーガイの私からしてみればね、はい、普段から車
可愛がってあげてください。普段からお父さんと一緒に帰るのを手伝って自分でも一回変えてみるとかしてみるっていうのがいいんでしょうかね。いいと思います。なるほど、はい、でも素敵なお父様です。そうですね、はい、うん、続いて、ソータさんです。ソータさんこんばんは。自分は新たに生徒会活動として学生さんですね、うん、エコキャップ運動を行いたいなと思っています。いいですね、うん、冬休み明けに提案をして実行してみたいなと思います、うん、森蔵さん、トーチカさんは今挑戦していることはありますか？挑戦していることというか我が家もね、はい、エコキャップ集めやってるんですよ。あ、そうですか。まあ、私がやってるっていうかうちの家内がやってるんですけど、ね、はい、だから私なんかペットボトルをね、はい、ピョンと捨てちゃう時あるんですけど、名古屋地区って結構ね分別ゴミがうるさいんですよ、はい、あのものすごく細かい、でそんなことがあってキャップをね、うん、別に集めて、はい、で会社でもなんか社会貢献活動としてやってますね、うんうん、やっぱりそんなねちょっとした毎日毎日のちょっとしたことが、なんかお役に立てるっていうのは気持ちの意味でね、ものすごくいいなというふうに思いますね。確かに、うん、日々の積み重ねですもんね、はい、毎日一個ずつ、はい、一本ずつぐらいなんか飲んだりしますもんね、一本ですみませんけど、ね、そうですよね、挑戦していること、私は育児ですね。いや本当に、まあ、去年双子が生まれたんですけど、もう初めてのことだらけで、うん、自分じゃないですもんね。そうなんですよ、もう本当にね、挑戦という言葉が合ってるのかどうかわからないんですけど、いやでもこれ挑戦ですね。もう二人いっぺんにこういくつまで抱っこしてられるんだろうというところからスタートして、今7キロなんですけど、10ヶ月で、そうです、1人14キロです。そうです、なので二人いっぺんに大泣きされるともう二人抱っこするしかないんですよ、一人だと。大変ですね、これなんか日々ある意味挑戦だなって思いながら、でもものすごく楽しいですけどね。知らないことだらけなの で、ね、毎日が本当に刺激的、そういう意味では。いやー素晴らしい。はい、たくさんのメッセージありがとうございます。今日は新春コネクト、今日メッセージとリクエストを採用させていただいた方には森蔵ステッカー5枚セットにしてプレゼントします。たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。DJ ポリゾーハンドザマイク。DJ 森蔵とトッチーことトッチカユミコがお送りしてきました DJ 森蔵ハンドルザマイク。さあ森蔵さん、今年からね、リクエストを受け付けるようになりましたの で、はい、たくさんどんな曲が聴きたいかジッピーの皆さんにも送っていただきたいんですけれども、どんなリクエストがいいですかね。ぜひね、これやっぱり DJ 森蔵ハンドルザマイクですから、はい、車の中で聴いていただいている方多いと思うんですね、うん、ですからドライブに合うとかね、はい、ドライブの時に聴きたい曲、そんなのリクエストいただいたらまた新たなストーリーできるんじゃないかなと思います。はい、たくさんお待ちしております。そして今日は新春ということで森蔵さんからお年玉があるんですよね。はい、何ですかそれは。ガズーレーシングのカレンダーです。卓上カレンダー。卓上カレンダー、それに私が年初に配る、はい、いわばステッカーの中でも特別な、はい、千尺札を今年は用意してますから新年だけ使えるステッカー、すごい、それをお付けして5名の方に、わかりました、はい、豊田秋夫とね入っておりますね、はい、千尺札、はい、こちらは抽選で5名の方プレゼントになります。リクエストやメッセージ、プレゼント応募は ZIPFM のウェブサイト番組ページにあるメッセージから送ってください。プレゼントは発送をもって返させていただきます。たくさんのリクエスト、そしてメッセージお待ちしています。さあそれでは来週も土曜夜7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は DJ 森蔵とトッチーことトッチカユミコでした。